もう一回解剖を書こうかな。こうお腹がこうありますね。で、まあ、ここが横隔膜でね、心臓がこうあって、で胃がこう来て、あ、食道がこう来て胃が。ここが胃でね、食べ物食道から胃に来て、こっちに流れていきますね。でここが十二指腸、で十二指腸からもうこの先は小腸がね、いっぱいあって盲腸と、それで大腸だけど、まあ最初の大腸のことを結腸って言うんですけど、ここら辺があの上行結腸、横行結腸、下行結腸、それからここから先が直腸、まあ人間と一緒ですね。だいたい7を書くんですね、で、さっきちらっと言ったようにこの十二章の内側に膵臓がこう、膵臓があるわけです、で、膵臓ってさ、2つ大きな働きしてて、1つはホルモンを作ってる、内分泌って言うんですけど、要はインスリンとかね、血糖値を調節する、もう1個は外分泌で、それが消化酵素が膵臓からこう十二指腸に出てるんですね、それで消化酵素が出て食べ物が胃に入りますよね、でそこから胃からちょっとずつちょっとずつこう十二指腸に流れて、最初に脂肪を消化するんですよ、で膵臓の消化酵素、それともう一個脂肪を消化するに活躍するのがこのここに肝臓ってありますよね、胃の上に、で肝臓の中に胆嚢ってあるんですよね、胆嚢、で胆嚢って胆汁って液体ができて、こっから管がやっぱり十二指腸に、あの流れてるわけ、でこの胆汁もここに出て脂肪の消化を助ける、だから胆汁と膵臓から出てくるのと両方でね、で膵炎になっちゃうとですね、ここに炎症が起きてきます、でなんでなるかは分かってません、人間もそうなんだけど、まあ、消化酵素が逆流して自分の膵臓を痛めちゃうとも言われてます、そうするとここの十二指腸もね炎症が起きてくるわけですよ、そうすると今度こっち胆って言うんだけど、この胆嚢の管ね、胆汁、ここも炎症が起きて、胆嚢も炎症が起きて、肝臓も炎症が起きてくる可能性がある、まだそこまでは言ってないんですけど、そうなってきちゃうと黄疸が出てきたりする、で今のところまだ肝臓はまだ大丈夫そうなんだけど、ちょっと要注意なんです、でそれと同時に十二指腸から胃、それから今度小腸、大腸と炎症があって、もうあんな見て赤いのはこの肛門からすぐ近いところね、ここがただれてさ、それが出てきちゃうということなんです、でそのなんで膵炎になるかっていうのは分かってないんだけど、まあ年齢的にね、まあ、この子7歳はなってないんだけど、7歳とか10歳過ぎてくると膵炎になる子がどうも多い、ああそうなんですか、でそういう子には脂肪を消化するのがいっぱい出てくるわけですよ、膵臓から、だから治療としてですね、膵炎がどうもありそうだと、でそれに伴って消化器の機能が胃も腸もね、これはその炎症とその膵炎に何かができているというとはまた違うんですか、はい、とはまた違う、あそうなんだ、でも何かができている、要は腫瘍とかそうでしょ、それは急激じゃなくて慢性症状ですね、どっちかというと急でしょ、だって、普通の運転してたのに急に柔らかくなって血が混じって、で今度は吐くね、お水飲んだら吐いちゃって、だから多分この辺が絡んでるかなと思います、でこの普通の膵臓が絡んでると確定と、あと疑わしいことの場合は超低脂肪のフードっていうのがあるんですよ、膵炎用の超低脂肪のフード、これをね食べてった方がいい、でちょっと超低脂肪フード、ワンちゃん用のね、これを食べさせながら、それをだけど目いっぱいやっちゃうとまた吐いたら困るんで、とりあえず 30% 量の 18g だけ食べさせたんですね、で戻してもいないってことですか、戻してない、でその超低脂肪っていうのが ID ローファットドライっていうんですけど、ちょっとこれを持ってってもらいますけど、これをさ好きなだけ食べさせちゃうと吐いちゃうと困るんで、お家帰ってちょっと1、2時間経って落ち着いたらね、今度は
36g、はい、あげてください。で食べるかどうか、はい、でこの 18g ね、置いたら食べんかったんですよ、はいはいはい、1つか2つは食べたんだけど、はい、で1回ちょっと下げて電子レンジで20秒ぐらいチンしてちょっと温めたら、じゃあ食べました、はい、だからまあそのままやってもらっていいんだけど、36g でやってもし食べなかったらちょっとレンジでちょっとチンして食べるかどうか見てください。わかりました。で今日はだからそんだけね、ふやかし具合がそのただあの例えば胃腸にふやかした方が優しいか、そういうもんではないんですね、はい、それで明日の朝、はい、明日の朝は何グラムだ、18g、あー危ね、これお出ししますね、低脂肪食、62以上、栄養補充ですね、うん、そうそうそう、62だから、60、60、30%、18、6、36、この80%、48、明日の朝は 48g、はい、で食べるかどうか、はい、だからお水はね、一気に飲むと吐く可能性があるから、もうこんなぐらいのお皿で1センチぐらいだけやって飲んじゃいますわ、はい、そしたら、それで吐かなかったらまたちょっとずつにしてください。で、間も開けた方がいい、うん、まあ、はい、あの10分か20分開けて、うん、はい、そうやって開けてください、はい、で、帰ってから明日の朝まででうんとするかどうか、で元気さ加減がいい時を100と考えていくつあるか、はい、おしっこ出たかどうか、それとあと嘔吐ね、はい、だから実際に吐いてなくても吐くそぶりがあるかどうか、そこら辺見て、明日も治療しなあかんですから、あ、わかりました、ちょっと午前中に連れてきて、でも大変だけど夜に迎えに来てます、あ、はい、わかりました、その場でっていうわけですけど、水泳のところは行かないんで、はい、わかりました、帰る前にまたちょっと注射も打たせてもらいますよね、はい、だから水泳と消化機能というか、今のところ肝臓はまだ大丈夫なんだけど、はい、でもまあ ALP は若干高いっちゃ高いけど、まあこの270じゃないんで、本当に悪いとこれ1000とか2000とかなってくるから、違うとこのビリルビンがね 0.5 を超えてきたら要注意なんです。違う、この辺もビリルビンが1超えたら黄色くなってきます。でもその前に先に ALP とか GGT ってのが上がってくるんです。でもまだそちらの方は上がってないですけどね。あとそう、これ感度が低いからもっと感度の高い検査あります、はい、あのステップ CPL っていうのが、だからまあちょっとあんまり症状がグズグズするんだったらその検査もちょっと外注だけど、はい、取って出すかもしれません。じゃあその食事療法っていうんですか、と、あとお水 で薬はね、あの一応ここでもやってるから、はい、お家では食べるか食べんかだけ見てきてもらっていいですか。はい、じゃあ今日はお薬は出さないでこれだけ出しますので、わかりました。で、ちょっともともと使ってるご飯ちょっと今休憩ね。で特にあの、はい、あっちが脂肪が多いからさ、あのでかい鉢、ちょっとあれベタベタするじゃないですか、はいはいはい、あれ、まあ、普通の子はあれぐらいの脂肪分入っとるのもいいんだけど、水源疑いの子はちょっとあれはなし、あの CD も両方なし、はいはい、じゃこれねお願いします。はい、だから永田さん薬は出ません。だから観察用紙と、はい、そんでご飯、はい、じゃあ、はい、高島君ご飯持ってきて、そういうお薬の治療はもう先生にじゃあお任せ、はい、ということで、そうです、はい、ちょっとあと注射入ってこないでお出させてもらいますんでね、はい、わかりました。